もっと上手な選手がたくさんいて、いつもと違う環境で練習できるので、とても嬉しいし、とてもいい経験になります。全員が自分よりは圧倒的に上手なので、全員それぞれジャンプとかスケーティングの上手いところあるので、そこを見習いたいです。ショートプログラムは去年と一緒で007で、フリーはキャッツです。ショートは自分の力強い演技が見せれたらいいなと思ってて、フリーは少しスローパートも入ってるので、いつもより大人っぽい自分が見せれたらいいなと思います。まだ手の動きが柔らかくないって言われたりするので、自分でもいつもよりはもっと腕を柔らかく動かすことを意識してます。今トリプルアクセルを練習してて、それを自分の武器にできたらいいなと思います。最近はそんなに確率が良くなくて、で今日もそんなに飛べなかったので、最後に絶対1本毎日降りるっていうのを決めてるので、最後頑張りました。今シーズンは全日本ノービスで優勝して、全日本ジュニアに出場して、去年よりも高い順位に立って、もっと国際大会で活躍できるようになりたいです。